こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。2017年世代のガチャってことですね。デイリーガチャ。お、SSR 来る。さあ何が来るんだ。サドラーズギャル。これ初めてですね、見ましたね。あ、じゃないんだ。初めてじゃないんだ。じゃあ早速種付けでもするか。種付けじゃないや。株券を見るか。サドラーズギャル、当然牝馬ですよね。あった、サドラーズギャル合成。覚醒ですね。金亀が覚醒一歩で構成させたい。マジ銅像で覚醒できるんですね。なるほどね。ねえねえ、メタルたくさんもらえる。さあ今回は、はい、何です。カタロミッディですね。今12月を2週なんで、体重はバッチリだね。有馬記念出します。疲労を回復させる。まあまあかな。人参か。じゃあこれだな。いい仕上がりだね。そういえばさ、有馬記念エアグルーヴか武豊かは岡部さん乗っけましょう。482kg ままですね。ベスト馬体重は。あとは、お、なんか黄金のビールっていうのがある。
バッチリだね。体重はバッチリだね。ちょっとマイナス2キロ、はい、微妙に馬体重が重いが、これでもやっぱり行ってみましょう。有馬記念ですね。ただいまより投票受付を開始します。さあ 1.8 倍、1.8 倍かちょっとついたかもね。まあ、印はグリグリで、対抗するのは星雲スカイ、グラスワンダー、エアグルーヴ、丸がついてるのが星雲スカイとエアグルーヴのみ。黒三角まで行くとメジロブライト、大和欧州ですね。大和欧州か、副賞は面白そうです。ひとまず、ステイゴールドとかメジロドーベルも出ます。シルクジャスティス、オフサイドトラップ、オフサイドトラップもちょっと怖いな。まあ、距離が長いですよね、オフサイドトラップ2500は。エモシオン、キングヘイロー、キングヘイローなんかも怖いな。グラスワンダーが第一、印98年でしょこれ、印がないですよね。まあ何はともあれ、G1有馬記念です。いよいよ今年も大詰めです。1年を締めくくるグランプリレース有馬記念、いよいよスタートです。スタートは結構大事。3番。さあ、あなたの、そして私の夢を走っています。あなたの夢は肩のミッティか、それとも星雲スカイか。果たして先頭に行くのは、星雲スカイが上がってまいりました。7番、まあね、オフサイドトラップ、エモシオン、大和欧州がそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。10番、キングヘイロー、エアグルーヴ、一番人気の肩のミッティ。さあ、気合はどうなんだ。メジロブライトがその後ろ、その外、グラスワンダー、内、まあ、を通って1番、ステイゴールド、ね、メジロドーベル、そしてしんがりからシルクジャスティスであります。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、星雲スカイがレースを引っ張るようになりました。この辺りちょっと離れている7番オフサイドトラップ、外から1頭、9番エモシオン、そして4番手に10番キングヘイローであります。内から1頭、大和欧州、第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーその外にエアグルーヴ、ここにいました。圧倒的な支持を受けた大本命カタノミッティであります。徹底的にマークしているグラスワンダーと的場等し、いやこの男は怖いぞ。そしてその後ろからメジロブライト、1番黒い馬体ステイゴールド、メジロドーベル、その後ろ3馬身くらいあって5番シルクジャスティス、前でありますが前、これが先頭、星雲スカイ、7番天皇賞馬オフサイドトラップ、外を通りまして9番エモシオン、10番キングヘイロー、そしてそのうちに大和欧州、それからもう1頭エアグルーヴ、差が開いてメジロブライト、そのうちからは1番ステイゴールド、そして外からは11番グラスワンダー。強引に大歓声が上がる中山競馬場、大歓声が上がる中山競馬場、先頭行くのは4番星雲スカイ、エアグルーヴ、エアグルーヴが早く抜け出したと思いきや、それを小沢岡のカタノミッティの強烈な制圧、岡部とカタノミッティ、エアグルーヴが2番手、強い発祥ロントバー、強い、いやこれはすごい、すごいな、この中山の短い直前で、しかもエアグルーヴ完全にいい切れ味じゃなかったじゃないですか。やったね、それ以上の恐ろしい背足で1着、3番、2着、仕掛けを待って一気に抜け出すなんてすごすぎますよね。確定しました。結果的には大きな差がつきました。よっしゃ来たー、
すうん、姉さんもすごく嬉しがってますね、秘書も。いいね、いい感じだね。これで放牧。はい、はい、何です？ジソはですね、ドバイに出すか、それとも、ドバイ出すか、それとも3月5週だもんな、ドバイ、ドバイ出すか、それとも WBC 出すかですよね。まあ本当はドバイ C マクラシックあたりがいいとは思うんですよね。できるんだ。現役版放牧状態となり、馬体重が10から12キロ増加しますってことですよね。これは変わらない。2月、まあ2月4週まで一気に早送りということでいきましょう。放牧状態の早送り気温は嬉しいな。増やしてもいい状態かな。482キロでしょうね、多分ベストバ体重は。はい、何です？ということで、ジソをですね、このドバイシーマクラシック、はい、こちらに、登録したいと思います。ということで次回、ついに、ようやく有馬記念 G1 勝ってくれましたね、嬉しいです。次回もドバイの地でも、羽ばたければいいなと思います。ぜひ、応援よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。また、チャンネル登録もぜひお願いいたします。はい、ということで、有馬記念の勝利、お伝えしまして、今回の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。